SM-79 スパルビエイロ飛行する SM-79 のチサボヤマルケッティ社 SM-79 スパルビエイロはイタリア王国のサボヤマルケッティ社が開発し第二次世界大戦中にイタリア空軍で運用された爆撃機。愛称のスパルビエイロはハイタカのイ SM-79 は元はレース用に開発された旅客機で 原型機は1934年に初飛行した。その高性能からイタリア空軍は爆撃機に転換することを指示し、1936年に爆撃機型の試作機が初飛行した。その後、すぐに量産が開始され1937年のスペイン内戦で使用されたが、高性能、高速の爆撃機として好評であった。 ユーゴスラビア王国空軍の SM-79、原型機は、ロンドン・メルボルン間のエアレース出場を目的とした発石の旅客機だったが、レースには間に合わず1934年10月に初飛行した。当時としては、非常に高速な機体で、初飛行の翌年にエンジンをピアジュ製からアルファロメオ製に換装した機体は、1000km と 2000km の、 距離で6つの世界速度記録を出した。この性能に高速の大型多発軍用機を必要としていたイタリア空軍が興味を持ち、軍用機型の開発を指示した。軍用機型は1936年7月に初飛行した。SM-79 は木製の低翼単葉の機体で、発動機はアルファロメオ 126RC34 を3発装備していた。 三発機となったのは中型、大型機に装備できるような高出力のエンジンがイタリアでは開発できなかったことが理由である。これは当時のイタリアだけではなくドイツ、フランスなどでも共通することだった。軍用型と民間型の大きな違いはコックピット上部に盛り上がりを作り前方に固定装備の機関銃を1丁、後方に旋回式の機銃1丁を装備したことと 胴体後部に爆撃主要のゴンドラを設けたことである。胴体内には爆弾層が設けられたが、爆弾は縦に並べて装備する形式になっていた。1937年にスペイン内乱に投入された SM-79 は高速、高性能な上に無類の頑丈さを誇り、5000回以上の出撃回数と1万千トン以上の爆撃を行った。また、 これと同時に、レース機としての開発も行われ、好成績を上げた。また、長距離飛行用に開発された機体は、ローマとリオデジャネーロ間を1回の給油で、平均速度時速 400km 以上で飛行した。マルタ島に向かう連合軍の輸送船団を攻撃する SM-79 第二次世界大戦3戦時には、11個の連帯に SM-79 は、 装備されていた。初期の生産型の SM-79 は主に爆撃任務で使用されたが戦争が続くにつれて本機の性能では爆撃任務が務まらなくなった。そこで良好な運動性と無類の頑丈さを生かして雷撃任務に使用され地中海方面で連合国の艦船を相手に活躍した。周辺を海に囲まれたイタリアは航空機による雷撃攻撃には 積極的だったため、スペイン内乱後にはすでに本機は魚雷装備が可能になっていた。この任務では主に地中海方面で連合国の艦船を相手に大きな戦果を上げている。最終生産型である SM79 ビスは雷撃を主任務にした性能向上型である。この他に輸出型の SM79 バイトがある。これは、 機種のエンジンを取り除きその後に爆撃種席を設けた、創発機で、一見すると別機のようであった。この方はルーマニアに輸出され現地で、ライセンス生産も行われた。サボイア・マルケッティ・ SM、79バイト1943年、イタリア降伏時には61機しか残っておらず、ファシスト空軍側に27機が移り、残りは連合軍側に参加した。 ファシスト軍は引き続き本機を雷撃機として使用したが、連合軍では主に輸送機として使用した。終戦後、生き残った機体は民間の航空便が再開するまで、組用航空郵便機として利用されたり、標的栄光機として使われた。イタリア軍から最後に退役したのは1952年で、ある。また、ルーマニアでも同時期まで運用された。 中古機の一部は海外に売却されており、レバノンは空軍において、同機を輸送機として使用していた。製造は1936年から1943年まで続けられ、合計1218機生産された。後継機は SM-84 である。もともとレス機であった本機は1937年に予定されていたチャールズ・リンドバーグの大西洋。 横断飛行達成10周年を記念したニューヨークパリカン飛行機レースに参加することになった。このため、5機がシンクのレース機仕様に改造され、SM79CS と名付けられた。結局、このレースは中止になったものの続くイストルダマスカスパリカン飛行機レースに参加し、見事1位から3位までフィニッシュを成し遂げ、表彰台を独占した。この上位3機は、 さらに長距離飛行用に改造の上 s M79T と名付けられ、1938年にローマリオデジャネイロ間の大西洋横断記録飛行を行った。ムッソリーニの息子、ブルーノを含む6名のパイロットが乗り込んだアイビセ、アイモニ、アイブランの3機は1月24日にローマを出発、途中ダカールで給油の後リオデジャネイロに向かい、25日夜アイビセ、 続いて、アイブランが無事到着した。この時の記録は、ローマ領間 9650km を飛行時間24時間22分というものであった。SM793 メンズ画像。ありがとうございます。